はい、広いの中でのご親族紹介は本当にご両家様同士も、つながりが生まれるお二人にとって、もちろん久しぶりに会うおじさまもいらっしゃるけれども、そのおじさまやおばさまとの思い出、もしくはその方ってどんなお方なのかっていうことを、お伺いした上で司会者がお一人お一人をご紹介を差し上げていくと、ご親族の皆様もみんなが何か一緒になって新郎新婦様お二人との思い出をこう共有しながら、当時のことを思い出したり、お互いのご親族様同士が人となりをですね、分かり合えると、そこにご両家様とのつながりが生まれるんじゃないかなって思いますね。で、ご親族様のみの披露宴って、本当にご親族様みんながですね、ご両親様を心から祝福される瞬間がすごくあるんですよ。ここまで本当にあんなちっちゃかったたかし君をよくこうやって育てたねとか、またご親族の皆様同士もお父様のご兄弟同士で2人のところに集まってお写真をこう撮られたりとか、はい、あまり他の大人数でのご披露宴では見られないようなシーンもすごくあると思います。ね、確かにおっしゃる通りですね。あと本当、サラナさんおっしゃってたように、あんなちっちゃかったたかし君がどんな人たちとどんな経験をして、どんな成功体験をして、今どんなことにやりがいを持ってここまでこう成長されたのか、そしてもちろんお相手となるご新婦様がどんな女性なのか、どんなご家族に育まれて、どんなご親族様にこう成長を見守られて、今彼とこの日を迎えてらっしゃるのかをすごく知れると、結婚式の持つ力ってその日だけで終わるものじゃなくて、その後の2人の人生や未来に何かしら幸せをもたらすものだと思うんですよね。だからきっとね、2人のサポーターが増えます。ご両家のご親族様が、花嫁様がこう嫁いでこられた、その新郎側のご親族様が花嫁様の新婦様のことをより知った上で、すごくこれから2人のことをまた応援をしてくださったり、うちの姪っ子をこんなんなんで、これからよろしくお願いしますなんて、ご新婦様側のご親族様が、ご新郎側のご親族様にお声掛けをされていたりとか、本当にそこに深い絆が生まれるんじゃないかなってすごく思います。そうですよね。ご親族のみだけができることって、私もご親族様だけのご披露宴の時には、そのご親族の皆様が次集まる機会って何だろうって考えると、多分お正月とかお盆とか、そういう節目にもう一度また集まった時に、じゃあその時にどんな話が出てもらえたら嬉しいかなって思いながら言葉を選ぶようにしていますね。あそこの千葉から来たおばさん、すごく元気な方で、ゴルフが好きだって言ってたねみたいな話だったりとか、小さい頃麦茶とビールを間違えて飲んだんだよねみたいな話だったりとか、そういう。次のなんかね、次会った時に、2人のことがよく分かったし、2人の家族のことがよく分かったし、家族と仲良くなれてよかったなみたいに、そういうふうに思っていただけるように、持ってってもらうためには、どんな言葉をかけようって思いながら、いつも進行させていただいています。あとご親族様だけの時に、会場の中に小さい頃からの写真とか、テーブルの上にね、小さい頃の写真とかが載っていて、それ見ながらご親族の皆様同士がね、会話をされているのを見るのもすごいほっこりして、すごいいいそうです。ですよね。当時のことを皆様が思い出されたり、亡きおじい様おばあ様のお話でもう新郎新婦を覚えて盛り上がったり、ご両親様の結婚式のお話が聞けたりとか、何か本当にご両家のご親族様だけの時にしか生まれない感情であったり、伝えたい思いや、通い合うお気持ちや思い出が飛び交ってると思いますね。普段100人とかいるご披露宴の場合だと、ご親族の方々っていうのは、そういう思い出話は各テーブルとかでされていることが多いと思うんですけれども、そこがもっとメインになってくるっていうか。一体感で通い合わせてあげる、もちろん空間と場作りと進歩的なものは私たちが考えて差し上げなくちゃいけないんですけど、先ほどのように一緒になって一枚のお写真を見る空間を作って差し上げるとか、
私たちが紹介して言葉と言葉でその心と心の距離を近づけて差し上げるとか、もしくはご高齢でお足元が悪い中が多い方のであれば、2人がその方のもとに会いに行ってお話をしたり、ケーキ入刀とか何かみんなで集まる、まあ、集まれる範囲内で集まれるものも皆さんのお近くで2人が会いに行って差し上げるとか、そういったの場作りの工夫はすごく必要だと思いますけどね。やっぱりこの距離の近さ、距離の近さっていうのが本当に、でより皆さんの気持ちが、心と心の距離を近づけてあげる感じ、うん、心のディスタンスは密に、うん、はい、ということですね。はい、っていうのがね、この親族のみだからこそできることかなと思いながら、うん、普段司会者はマイクを持たせていただいています。じゃ ある一つの例言ってもいいですか。さあ、お願いします。海外在住の新郎新婦様で2回も延期になってしまって、2年後、うん、またこの1年後の結婚式になってしまったんですね。でおじい様おばあ様もご高齢でいらっしゃるし、何かしらしたい、しかも2人にとっても結婚式は延期で延びたけれども、2人の人生というかは歩みは始まっていたんですよ。だから2人にとって何か、なんていうのかな、節目というか、結婚したんだよねっていう、そういう何かきっかけというか形になるものが欲しかったんですよね。その時に本当に寄り添われたプランナーさんが、2人にとって2人のこれからの未来にとって必要なために、海外でもあるしオンラインウェディングとして、ただウェディングというよりかは1年後の結婚式が楽しみになる結婚式前夜祭をやったんですよ。しかもそこにはみんながそれぞれのお家でリラックスしたご親族様が、同じ、もちろん五感で皆様の一体感、絆を生むために同じお食事が、まあ、ご自宅に届いて一緒になって販売をしたり、もしくはお二人の今住んでらっしゃる海外での生活を映像でちょっとお見せしたり、でしかもオンラインウェディングなので、本当に一人一人と今のようにご親族紹介をして、ご親族様がいろんな思い出をこう蘇らせていただいて、一つお家にいる特典として、ご両親にアルバム開いてもらって、一番好きな家族写真をお母様今選んでくださいって見せてもらって、なぜそれを選んだのか、私がそこに入りながらご家族のお話を伺って、でもう一つこの前夜祭でやる2人にとっての価値は、2人にとって始まり、2人の人生始まったって感じたかったっていうことだったので、うん、ご両親と ご親族様の前で誓いを立てたんです。でもそれは2人の始まりの時の誓い、1年後の結婚式では親族の前で誓ったことをどれだけ1年かけて2人は温めたり深めたり、もしくは更新してるかもしれない、あの誓いが僕たちにとってこんな日々をもたらしてくれた、1年経った僕たちはこれからの未来またこうやって生きていきますって、結婚式って本当に始まりの瞬間だけで、やらなくちゃいけないっていう決まり事もないと思うんですよね、うん、人生を歩むために結婚式というか誓いはどんどん更新していってもいいと思うし、一旦立ち止まってこれまで歩んできた道のりを見て、これからの未来を思い描いて、また2人で幸せになるために、いろんな人から祝福してもらって、背中を押してもらって歩んでいくものが結婚式だから、うん、2人の人生にとって一番大切なタイミングで、うん、未来を幸せにするためのものをすることが結婚式だと思うんですよね。なのでこのとっても1年後の結婚式がさらにみんな楽しみになったって言って、2人の誓いも、ご家族のお話もご両家のご親族様同士もお顔合わせがちゃんとできて、もうこの画面上でね、おじ様同士が乾杯してらっしゃいました。あ、いいですね、いいですね。ね、この今、まあ、延期が本当に多くなって1年越し、中には2年越しという方もいらっしゃる中で、うん、お子様が生まれたり、中にはもうお子様も生まれて2人目もお腹にいらっしゃるっていう状態で、当日を迎える方とかも私も担当させていただいていますけども、うん、なんか本当始まり、なんかこのタイミングで結婚式を挙げるのが2人にとってはベストだったんだって思えるような、そんな日になるようにって、うんうん、思いながら、そうなんです、それは私たちがどう、ご新郎ご新婦様とちゃんと向き合って、そこで2人にとっての2人
2人のこれからの未来や人生にとっての価値を一緒になって見つけて差し上げるかだと思うんです。だからもしかすると1年経ったその1年間、だからサララさんがおっしゃったように、お子様が生まれた2人にとっての結婚式をする意味は絶対変わってるだろうし、うん、はい、しかも誓いの言葉も絶対変わるべきなんですよ、うんうん、初めて見て1年経ってみて、もしくは親になってみて、うん、お互いに気づいたこともあるし、これからの歩みを幸せに生きていくために何が大切か、それをちゃんと誓えるように、うん、でその例えばもし1年後になったお客様に関しては、その1年が何だろう、うん、苦しい1年じゃなくて本当にプラスになる1年にして差し上げるのも私たち、作り手側司会者でもあると思うんですよね、はい、より1年もしかすると本当にこの間のお客様はこの1年があったからこそ改めてお招きしたかった人たちのことをこう考えると、自分たちはこの人たちに気づいてもらえたんだってすごく感じたから、だからよくある石油札に今日来てくれてありがとうのメッセージではなくて、あなたがいてくれたから今のこんな私がいますっていう伝えたい思いが溢れてきた、それをちゃんと綴ってもらって人生式だったんですけど、2人が入場前にこの1年で2人がさらに気づいた皆様へ今伝えたい思いを言葉にしています、ぜひご覧くださいって言って見ていただいて、お気持ちを受け止めてくださった方のもとに2人が登場してきた時のシーンは、大声は出せないけれども、もう2人へ届けたい皆様の祝福はもう眼差しからも、もう拍手からも、何だろうね、眼差しでもないぐらい、なんか目に見えないものが本当につながって、そうですよね、そう、新郎新婦もその時のスタッフさんがすごく素晴らしいと思ったのは、すぐに歩かせないでそれを味わわせてあげてらっしゃったんですよ。立ち止まらせて、ぜひご覧くださいって、もういっぱいいっぱい、やっとこの日を迎えたし、2人の思いを受け止めてくれた皆さんからのアンサーの返しの祝福はもうさらに倍増していて、もう2人はそれを浴びて、もう愛情のシャワー、祝福のシャワー浴びた中、歩かれた2人の景色は私にとっても本当に忘れられなかったですね。だからその日を迎える、もう2人の結婚式は延期していても、2人の人生は始まっているから、その日を迎えるまでの時間も2人にとって本当に幸せな日々を過ごしいただけるように、うんうんうん、で例えば本当に親御様のもとに会いに行って、まあ、コロナ禍だから家族だけなら集まれるなら一緒になって思い出のアルバムを開くとか、うんうんうん、2人でお越しいただけないんだったら、そのおじい様おばあ様のもとに会いに行くっていうことも、本当にあの場だけで行われる結婚式じゃなく、コロナ禍が教えてくれたのは、本当にいろんな、ちゃんと何のためにするのか、2人にとって本当に大切なものをちゃんと形にしてあげることが結婚式だっていうことを教えてもらえたと思うので、私たちがもっと、まあ、単なるって言ったらすごく語弊があるかもしれないけども、オンラインウェディングとか、うん、そういうことだけじゃない、うん、あの場だけをこうつなげてあげるだけじゃない、何かいろんな形をもっと、うん、模索したり見つめるべきだと思いますね、うん、そうです、ちょっと長くなりました。いや、ありがとうございます、はいはい、でじゃあ続いてですね、このご家族の、はい、今のご親族の話がね、すごく大きな話にもなっていきましたけれども、うん、まあ、そのご親族だからこその良さっていう話もさせていただきました、うん、では続いてこのキュッとね、ご家族のみだからこそできることっていうのもまたシェアをしていきたいと思います。でそのご家族のみの時は、さらになんかご親族ってがいらっしゃらない分、本当にもっと近くて、なんか本当にもう親子の時間、家族の時間、もっとなんか近い存在の時間なんですよね、うん、で家族だけだと言えないけれど、家族だけだからこそ言える言葉を引き出せた時には、私は本当に、うん、あ、この場にいさせていただけて本当に良かったって思ったりします、うんうん、これも私の経験なんですけれども、ご家族のみの時は結構新郎新婦ご本人から家族の紹介をしてくださいっていう風にお願いすることが多くて、で新郎新婦にとって、じゃあ私の姉はこんな人です、私の父はこんな人です、うん、みたいな話をしていただくようにしています。あらかじめお二人からも打ち合わせでも細かく聞いておきます、うん、その中で私が少しずつ介入しながら、記憶力の良さは
お母様譲りとお聞きしましたけれどもみたいな話をちょっと入れて、なんか家族だからこその言葉が出ないかなって思いながら、私もインタビューも交えながらさせていただいています。でその時に本当に素晴らしいお仕事をされている新郎様だったんですけれども、お父様もお酒も進んでいらっしゃって、いやもう本当にね、うちの息子はね、出来すぎくんなんですよみたいにおっしゃって、もうそこからもう息子さんのね、新郎の自慢話をたくさんされていて、もう本当にあったかいな気持ちになったんですね。でお開き後になんか、お父様出来すぎくんっておっしゃってましたねって話を新郎様に申し上げたら、いやあんな風に思ってるなんて夢にも思いませんでした。すごく優秀な方だからこそ、きっと厳しいというかね、学生時代はあまり褒めてもらわなかったのかもしれない、ひょっとしたら。でも結婚式だから、でそして家族だけなんだけれども、家族だけじゃなくて司会者もいるからこそきっと出た言葉なんだろうなって思って、すごく嬉しいなって思ったことがありました。そんな風になんか、ね、失礼のないようにとか、ご来賓の前でちゃんとしなきゃっていうことから自由になって、なんか普段通りの家族なんだけれども、普段とは違う特別な空間を過ごせるっていうのが、もうどれだけ素敵になるかなって思いながら、贅沢ですよね、いただいてますね。坂田さんどうですか、この家族だからこそ空間、でも本当にさっきのサララさんの結婚式のスタイルではないけれども、やっぱり最近って新郎新婦様がゲストをおもてなししたいとか、ゲストに楽しんでほしいとか、ちゃんと感謝を伝えたいとか、こちらからの発信の結婚式ってすごく多かったと思うんですよ。でもご家族様の結婚式ってちゃんと、ご家族からの愛情を受け継ぐことができる、本当に 親御様からのこんな思いで育んできたんだっていう、あの時こんなことが幸せだったんだっていう、あ、こんなに愛されてきたんだっていう、あ、もしくはこんな思いをちゃんと教えてくれてたんだとか、ちゃんとね、愛情をこう受け継がれるような、ものがある気がしますね、ご家族の結婚式。それってやっぱりさっきも伝えたように、2人のその後の生き方って少し変わってくると思うんですよね。さらに改めて父と母からこんなことを受け継いだし、こんなことを学んだんだな、もしくはこんなに愛されてきたんだなと思ったら、何かこう自信持ってちょっと、なんだろうな、生きるベクトルというか方向も変わったり、2人の中でも お互いがこんなご家族に育まれてきたんだっていう、相手の人生をこれまでの知らなかった歩みを知ることができるので、お互い2人のことをより分かった上で、また大切な人が、ご両家の家族に大切な人がこう増えたってこう感じれる結婚式になる気がします。もしくはお父さんお母様が親として子育てを振り返られます。もうなのでインタビューとしても司会者からも本当にも時にはもうマイクを使わずに、お名前を名付けた、名付けたどんな思いを込めてお名前を名付けられたのかとか、どんな思いで育んできて、お父様お母様の中でこんなぶつからいもしながら、でもこんな人になってほしくて、で今今日新郎様が目の前にいらっしゃる、あ、子育てにちゃんとなんか丸をつけてあげられるというか、親として子としてここに書かれているような、それをちゃんと感じられる結婚式になると思いますね。ありがとうございます。で、ですね、今 Q&A で結構質問も寄せられているんですね。そういうふうに今私と坂田さんがお話しさせていただいている中で、こちら、ご親族だけで会話が最初盛り上がらない場合、どのような声かけをされていますか。確かにありますよね。ね、お二人のお人柄とかでも、本当ご親族のお人柄とかでもね、ありますもんね。これは、じゃあ私の場合どうしているかなんですけれども、私の場合はなので早い段階で親族紹介を入れましょうっていう提案をすることはとても多いように思います。でその親族紹介の時に、できるだけそのご親族の方一人一人のパーソナリティが相手の親族に伝わるようなことを、ご親族の方本人に語ってもらうこともありますし、私がその、言葉で添えることもあります。あとはそうですね、ご披露宴が始まる前の段階からマイクを通さずに、本当たわいもないことなんですけども、たくさんお話をするようにしてます。かわいいですねだったりとか、お天気良くなって本当良かったですとかも、本当それぐらいなんですけれども、なんか喋りやすい人なんだなみたいに
思っていただけるようになると、なんかマイクで私にマイクを向けられた時のハードルも下がる気がするので、そこからなんか、あ、ここはなんか、素直にポロッと喋ってしまってもいい場所なんだみたいな雰囲気作りはすごく気をつけるようにしている気がいたします。坂田さんいかがでしょうか。あ、でもほとんど一緒ですね。始まる前のまず場作りが大事な気がします。きっと親族ばかりだし、なんか久しぶりに会うご親族様もいらっしゃるから緊張されてる中を、やっぱりマイク通さずにね、お声掛けをしたり、挙式のご様子、人前式があるようでしたら挙式の時の、ご親族様のご様子などもお伝えしながら、会話の一つとしてとか、こんな風にお二人から伺ってるんですよ、おじい様にお会いできることをすごく彼楽しみにしてらっしゃいましたとか、もう紹介する前に直接それをお伝えして差し上げたりとか、あとこの場が本当にお二人にとって、大事なご親族様をお招きした、本当にご親族様同士がただただリラックスして、あの頃のようにみんなで集まっておいしい食事を食べたいんだっていう、そういう場なんですよっていうことをちゃんとお伝えして差し上げるのも一つかもしれませんね。あとご親族様紹介の時に、新郎新婦のお二人はあまり知らないけれども、お父様お母様はよくご存知じゃないですか。お父様やお母様にご兄弟のことを聞いちゃうことあります。お父様、おじ様、お父様のお兄様のおじ様ってどんな方ですかとか、実はどんなところありますとか、あとすごくお酒が、今はお酒が飲めないからあれだけれども、飲めた時期なんかは本当にお酒が飲める、おじ、一番お酒が飲めるおじ様ってどなたですかとか、本当にお父様お母様から情報はね、すごく得ることできますよ。なるほど、確かに、あ、そうですね、そうですね、うんうん、はい、あ、で続いてこちらもありますね。ご親族でのご結婚の際に、親御様には何かお声掛けされますか。めちゃめちゃしますよね、うんうん、始まる前にも行きますし、うんうん、ね、ご親族様のお控え室に行かせていただくケースもあれば、うんうん、このご披露宴が始まる前とかでもありますよね。なんか質問あれかな、ご親族様のみの結婚式だからやっていることってありますかっていうことですかね。あ、どうなんでしょうね、ご親族でのご結婚の際に親御様には何か特別なことってことかな、お声掛けされますか。どんな結婚式でもね、お声掛けには行きますよね、うん、親御様にはね。あ、そうですね、ご家族の仲が本当にいいって伺ってますとか、ね、うん、そういう本当何気ないことですけれども、うん、あと本当そうだな、何かお声掛けされますか。そうですね、お父様お母様に、いつものように声掛けはするけどな、ご親族様。あとさっきのね、会話が盛り上がらない場合も、ご親族の中のお父様のご兄弟集合で写真とか、そういった何かちょっとグループごとでのこう写真のご案内をしたりすると、ご兄弟お父様並ぶとすごくそっくりだったりするじゃないですかとか、そういう話もできたり、例えばすごくお孫さんが生まれた方とか、ちょっとおめでたいことがあった、ね、方なんかの話も最初にこう入れたりするとすごく暖かくはなりますけどね。お子様には何か起こる、いっぱいします。かえって親族披露宴の時の方がいっぱいするかもしれませんね。あ、そうですね、そうですね、結構、はい、私は流しテーブルって言って、その一択に対して、もう2人もみんなかけてらっしゃる場合だと、私はなかなかお声かけに行くと、なんかお二人にも聞こえてしまうし、なんかどうかなって思うこともあったりはするんですけれども、なんかそれ以外のところで、何か、本当になんかお手洗いに立たれてる時でもいいですし、なんかそれ以外のところでもう本当何気ないことをお話しするようには、できるだけ多くしよう、多くしようとは思ってはいたりしますね。はい、でこちらも来てますね。やはり同じようなご相談が多いですね、うん、緊張してうまく答えれない方も多いと思いますが、ご家族やご親族の方が話しやすくするために工夫されていることはありますか。はい、これもやはりその距離感とか、その声の出し方とか、あんまりこちらができるだけ普通に低姿勢に聞くというか、なんというか、その司会者からのインタビュー感をできるだけ出さないようにはしているかなという気はします。なんかちょっとそういうことを聞いたりなんかしたんですけれども、どうですかみたいな、なんか、ね、うん、そういう言葉遣いに変えたりとか、お父様がそのことを勧めてられたとかされてないとか、そんな噂も聞きましたけどみたいな、そんな言い方にしたりとか、なんか、あとはお話、緊張して話しづらい方に対してはあえて
答えやすいボールをまず投げますよね、うんうん、例えばこれ、まあ、ご友人の場合でもそうなんですけれども、女性の方とかでも本当緊張しちゃって話しづらいっていう場合だと、例えば神父様ってどんな方ですかって聞くとね、その緊張して答えられなくなっちゃうんで、じゃあみんなで仲良しなんですよね、みんなで仲良しでいて、で今お話しいただいている白井様はもう本当にしっかり者に頼れるって聞いてるんですけれども、じゃあみんなで一緒に仲良くしてる中で、例えば旅行行って、じゃあ神父様はどんな立ち位置みたいな、なんかそういうふうに、なんか必ず答えが返って、ちょっとクローズドクエスチョンみたいなことをし、ちょっともうなんかその後につなげやすいような質問を投げることによって、なんか、答えが広がりやすくするとか、なんでしょう、そういう感じですかね、いかがですか。そうですよね、ご親族様の場合ももちろん司会者の言葉かけ、内容、それを今サラルさんおっしゃったように、本当にまずは答えやすい、美味しいお酒進んでらっしゃいますねとか、うんってうなずくだけ のところから入ってもいいし、逆にそのおじさまが緊張してらっしゃれば、ちゃんと前情報も必要ですけど、そのご夫婦でちゃんとお見えになってて、最近お孫さんが生まれたとかで聞くと、まあ、ご夫婦仲がよろしくてらっしゃる姿を挙式でも見ていたなと思ったら、お隣で奥様がいつも今もおじさまのことを心配してよくご覧いただいてますよおじさまとか、何か答えなくてもおじさまがふっと笑ってしまう、奥様の方を見て、ああ本当だ本当だってしてくださってる感じとか、周りのご親族様ももちろん巻き込みながら、今日のおじさまのネクタイ、もしかして奥様が選んでくださったんですかとか、いきなり新郎新婦についてのお話聞く前に、その方の今のことをちょっとうなずくぐらいから始めれる、笑うぐらいから始めれるぐらいの質問からスタートするかもしれません。はい、でそして続いて、短い時間で新郎新婦さんの心をつかむ司会者さん、いつもすごいなと思っていますが、新郎新婦様から信頼をしていただくために気をつけていることはありますか。いっぱいあるけどな心をつかむというふうにでも見ていただいているんです。嬉しいですね、心をつかむために、心をつかむ、信頼していただく、何でしょうね、何ですか、いかがですか。なんだろうな、信頼をしていただくか、もちろん短い時間でというと打ち合わせかな、まず聞くっていうところに行く前に、司会者としてのあり方ですかね、ちゃんと2人を相手主体に、私はちゃんと向き合うということをすごく心がけているんですけど、新郎新婦様が心地よい距離感であったり、心地よい空間、場作りをまず相手がその場、この場にいていいんだなって、自分らしくいられるなっていうところから、その後は相手主体にお話を聞いて、こちらばかりが、質問ばかりをして、ただ目を見ずにそのまま、なんだろうな、打ち合わせをしなくてもメールでもやり取りできるようなこうご質問ばかりをするのではなくて、相手に主体を置いて、相手がお話をしたくなるような、しやすくなるような向き合い方をするっていう、ちょっと漠然的、抽象的かな、細かいことがいっぱいね、そのためにやっていることはいっぱいありますけれども、このあたり詳しく知りたい方はぜひ語り場のセミナーに参加いただけるとより詳しく実践を交えながら分かっていただけると思います。で、私もそうですね、信頼していただくために、なんか自分が信頼する人っていうのは、多分自分のことを分かってくれる人だったりとか、自分のことを好きでいてくれる人だったりを信頼すると思うので、まず目の前のその新郎新婦様のことを、私は理解しようとしていますのを、全力で示す、ですね、なんか本当もういい悪いとかじゃなくて、なんか、あ、そっか、そう思うんですよね、そう思ってるんですねっていうのを、なんか全力で知ろうとしているという姿勢を示すとか、そうですね、すごいなんか漠然としてますね、こちらも。でも本当、そこに自分のね、経験上の良し悪しをつけるんじゃなくて、そこにいる2人のことを受け止めよう、より知ろうとする、その姿勢がきっとまずは、あ、なんか話したくなる、この人に任せておけば大丈夫かなって思ってもらえるのかな。
多分だからこそ、まあ、例えばもしも経験が浅くても、あ、一生懸命なあなただから信頼しますってことはね、全然あるわけなので、うん、なんかやっぱりね、そういう姿勢ですかね、うん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 、はい、というふうにね、皆様からね、あの質問をいただきましてありがとうございます。はい、はい、でここまでね、あのお話しさせていただきましたが、本当にこのご親族とか少人数になってきて感じているっていうのは、この今の時代だからこその良さっていうのは、もう本当になぜ2人が結婚式をしたいのか、何のために結婚式をするのか、それがもう本当に近くにいてくれる人と、本当に大切な人と、本当に近くで心を通わせて思いと思いをつなげていく、そういう場であるっていうのがすごく大事なところだなというふうに思っています。はい、で、まあ、ここちょっと飛ばしますね。で、はい、じゃあ最後まとめに進めていきたいと思います。で、そんな風に、まあ、私たち司会者はいろんな現場に行かせていただきながら、いろんな両家の在り方を見ながら、その2人の、ね、その場がよりいいものであって、よりいい未来につながっていくようにと思いながら、うん、マイクを持たせていただいているんですけれども、いや今改めてじゃあその本質が問われているというふうに言われています。はい、坂田さん、今改めて問われているウェディングの本質とはどうでしょうか。うん、難しいな。でも本当にコロナ禍になって、ね、当たり前のことがこう当たり前じゃなくなった、人々の価値観ってきっと変わったと思うんですよね。なぜかというと、当たり前にしていたことをもう一度こう見つめて、本当に自分にとって大切なものかを選ぶようになったと思うんですよ。うん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 、で結婚式もだからこそ2人にとって本当に大切なものを選ぶ時代になったと思うんですけど、これが本来の実は結婚式の在り方、結婚式の本質だって私は思ってるんですね。じゃあ当たり前のようにケーキ入刀しますか、ファーストバイトしますか、これどっちにしますかとか、フォーマットを埋めるような何がやりたいかを形にする結婚式の作り方はもう本当に通用しないと思っていて、それは結婚式の本質では全くなくて、2人にとって本当に大切なこと、大切なもの、大切な人、大切な思い、何のためにそれをする、結婚式をするのかというものをちゃんと軸に、私たちが結婚式を作っていかなくてはいけない、それが結婚式の力、その後の2人の人生に必ずや何か幸せをもたらす力を生むと思ってるんですよね。だからそのために結婚式の本質とは、やっぱりちゃんとこれまでを2人がそれぞれ歩んできた歩みをちゃんと見つめて、そしてお互いがこの人とこれから生きていきたい、共に過ごしていきたいと思ったお二人をお互いちゃんと向き合わせて、じゃあそんな2人がこれからどんな日々を、これからどんな未来を思い描いて幸せになろうとしているのかを、私たち司会者も、まあ、作り手側も開催価値として本人さんも気づけなかった、そんな思いをちゃんと気づかせてあげると、その思いをちゃんと形にできる結婚式、その結婚式をしたからこそ、じゃあ2人の人生に何かしら、何かもう一度その日に立ち返ったりとか、その日の受け止めた愛情を持って自信を持って歩み始めたりとか、相手の愛情をまた確認できたりとか、今まで支えてくれた人の大切さをより知れたりとか、思いを伝えたい人に思いを届けて、また皆様からの祝福を受け止めて歩み始められる、ちゃんと結婚式を私たちが本当に今改めて結婚式の本質を見つめ直して、作っていかなくちゃいけないんだろうなってすごく思っています。そのために司会者として、はい、2人にも向き合って寄り添って、結婚式にも本気でちょっと向き合っていきたいなとは思っていますね。ちょっと答えになって、はい、ありがとうございます。そうですね、こうしてそのお手伝いさせていただくからには、なんかその本当に2人がその結婚式挙げて本当に良かった、でこの家族だけだから、親族だけだから、この人数だから、今日この日だからこその価値っていうのが、もう一番最大限になるように、これからも結婚式に向き合っていきたいなって、本当に改めて思います。なんかその、もう一つだけ、そのコロナ禍になって何か制限ができてしまって、最初のサララさんのあった、本当に何か、欠けてしまう、やりたかったことができなくなっちゃうっていう、その時に私たちってどうしても、じゃあその、やりたかったことの代替案とか、それをどうにか埋めようとか、
そのやりたいことをどうにかしようとするんですけど、でも、うん、そこにちゃんと立ち止まって、それを何のためにやりたかったのか、やりたかったことを満たしてあげるんじゃなくて、まずは何のためにやりたかった心を満たしてあげれば、やりたかったことが変わっても、うん、心が満たされているので、もしくはこっちのやりたかったことの方が、コロナ禍になって制限があってこっちって選ぶんじゃなくて、そのやりたかった心を満たしてあげて、その先がまた違ったやりたかったことに、オランダに、イタリアじゃなくてオランダになるのであれば、それは2人にとって本当に価値のあるものだと思うので、なのでそこのまず最初 の、 軸となる向き合い方がすごく私たちにとっては大事なんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。でこのお二人に寄り添って、お二人だからこそのっていうのはなんか本当に普段からよく使うことなんですけれども、うん、もう改めて本当にそれが問われているのが今の時代であり、なんか改めてだからこその良さも本当にたくさんたくさん感じているので、なんかこれからも、ね、結婚式に携わっていく人間として、うん、今日は多分いろんな方がご覧になっていると思うので、あ、本当に二人はこのタイミングでこのスタイルであげるのがいや本当にいいと思いますっていう風に自信を持ってこれからもお手伝いできるように司会をしていきたいなと思っています。はい、というふうにですね、1時間経ちました。ウィズコロナ時代のウェディングで目に見えない価値を上げるということを題しましてお話をさせていただきました。皆様ご清聴いただきまして、またコメントもいただきまして本当にありがとうございました。赤さん、加藤さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に勉強になりました。なんか本当におっしゃってた価値がなくなってしまったのじゃなくて新しい価値があるっていうのはなんか本当にその通りだなっていうので、なんか本当におっしゃってたイタリアに行く予定がオランダになっただけで、こうオランダでちゃんと楽しめることとか感じれることを気づかせてあげたりとか、そういうこう価値を一緒に作っていくっていうことはすごく腹落ちをしたというか納得感があったので、なんか本当にそういう思いでしっかりお手伝いがしていけるといいんだなっていうのをすごくすごく勉強になりました。なんか本当に司会者の方がこれだけこうご結婚式のスタイルによって工夫をされて、やっているっていうことが本当にプロだなっていうのを改めてなんですけど感じることができて、なんか本当に感動しました。うん、言葉でございます。はい、本当にありがとうございました。多分すごく聞いてくださった方も勉強になったんじゃないかなと思います。改めてになりますが、加藤さん、坂田さん、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、本日のセミナーはこれで以上になりますが、来月にお知らせを少しだけできればと思います。来月ですね、本当は協議会としては皆さんで集まってのこうカンファレンスの予定をしていたんですけれども、うん、やはりこういう状況なのでちょっとこうリアルで集まるのは難しいということで、オンラインでのセミナーとカンファレンスを7月28日に実施を予定しています。セミナーではですね、 SDGs について学べる貴重な機会なども考えていますので、ぜひ聞いていただきたいなと思いますし、セミナー後は会員の皆さんで交流の時間を取れるようなことも予定していますので、ぜひ皆さんにご参加していただけると嬉しいなと思います。ちょっとまだまだ厳しい状況っていうのは続いてはいるとは思うんですけど、確実にゴールっていうのは、うん、見えてきてるんじゃないかなっていうのは感じていますので、もう少し皆さんで、頑張っていけるといいかなと思います。はい、では本当に本日はありがとうございました。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 ではこれで失礼させていただきます。失礼いたします。